Alright, where was I? Okay. It's supposed to kick someone's ass. Somewhere here. Is it this guy? Oh, dickbag. Somewhere here, is it? Hey there, buddy. Tachibana Real Estate. Protection, really? Come on, kick his ass already. So if I press triangle, this fight is out. It's not that good. Still got a million from that? Weird. And now cuff up some cash. Let's see. They're what, lawyers or what? Aqua building in Chifuku Street. To eat something because I'm dying. Let's see. Food. What's this guy doing? Invisible wall.
いらっしゃいませ。 I already got a check mark on them. Not worth it. Since I already ate there, it's better to eat somewhere else. Let's see. What this place? Can I enter? What the heck? I can only drink one at a time, really? Okay, you get a drink, a soda, and something else. Okay. I think I like Rush the most. Brawler is okay, but Brawler has always been the primary fighting stance for Kiryu. Move it.
Namase bar. Why are there a lot of hobos? That's a guard. I can't read that. この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？ Kick his ass already. なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。Kick his ass already. Jeez.Ah, crap, we're gonna talk. さっき言ってた人生一家ってのは登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ毎月きっちり三日じみ料を取ってたくせによ立花不動産に追い払われちまって極道が仇相手に退いたああ呆れたもんだよこのビルの他の店はもう立花不動産に立ち逃されたのかうんある時急に立花不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて残ってんのはもううちだけあんた家族で店に住んでいる In a bar? 住む場所別にする余裕なんてないからね Oh, okay. 神様はビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり不審火まで出し Really? That's messed up 立花不動産の人間も毎日来るのか最近来るのは無言電話だけ夜通し何百回ってかかってくるよ誰だ何で急に どうしよう五六人はいる生瀬さん立花不動産です入れてやってくれねえか連中と話してみたい安心しろ何があっても俺が守ってやるいや、yeah. 分かったウォルトフェイススタイルWhat the hell is this guy? Oda-san! They're just Yakuza. Namase-san. How are you? Did you think about the tachinoki? I'm not going to get out of here. So, but... This building is already the owner of this building. If you put it in the same way, you'll be disappointed. That's why...毎日毎日嫌がらせしやがってうちには赤ん坊だっているんだぞ見ない顔だけどそちらさんはねえ生瀬さんこんなヤクザに頼ると後が怖いですよあいにく俺は仇の人間だがこの店の用心棒と思ってくれていい用心棒誰に対してもです立花不動産って肩ずらしたヤクザだ。おお。別に部外者が何を言うが構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。
何それ So, Jinsei family. 今まで Namase さんが人生一家に取られた見かじめ料月3万の3年分に色付けて200万。Namase さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あんたらがか。200万。それと、うちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。So, how much is 6 million? ねえ、Namase さん。もうこれで手打ちましょうよ。早いとこ、このビルから出てっちゃもらえますか、ね、OK, Google. How much is 6 million yen to dollars? 勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。52,000. 綺麗事はよしましょうや、Namase さん。もうこれ以上こねてもあんたのもらいは増えませんから。Huh? What? Oh, just threw money at his face. I want to be able to do that. I should be able to get into that. 金の問題じゃなかったら何の問題だ？こら！ Hey, yeah, don't move. Piss off, dude. You want your face to the wall style. あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか？子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立場の不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。Namase さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。Namase さん。今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。I won't. おわさびはほどほどにしないとね。This is at the prequel.What the hell are you collecting the money? あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。Oh, this guy is annoying. 52,000 doesn't amount to anything. Especially if you have a kid. Well, let's see, 52,000 plus apartment money. Never mind, I guess it does. Anta.さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されてったよ。次のとこ？どこだ？さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家はその手で追い払われたってわけか。ハルカ's not here. 聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間、東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？
本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてね。もっとも作られたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。橘が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は橘さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。How does this old man know everything? 俺があとあんたに言ってやれるのは橘からは手引けって忠告くらいだね。Yeah, I was hoping to kick someone's ass. Ugh, it's annoying. Park Boulevard. I'm guessing, where Majima's, northeast. Yeah. It's always that place.It's a lot of hoes. ねえ、あたしと遊ばない？いろいろしたいことあるんじゃない？ See, I wish they'd translate that. Wait. Did the same girl stand next to each other? Let's go to a hotel, that's what she said. I would love to, but just like in Grand Theft Auto, but no. It doesn't allow me. Awesome.There you go. What am I gonna do with contact lenses? Some random crap he found from the ground. Yeah, it is this place. See if they're building it. Oh no, I can't enter it? Or can I? No, I can't. Shiitake mushroom. Hmm.
Mushrooms. Mushrooms? Finally, the fight. Man, it's his wiener. Enokitake. That's a mushroom? Man, that's so stupid. Wait, that was it? Kitajima. So, do I cook in this game, or what the hell? So, let's try to eat one and see what happens. I don't get what's the point of that crap. Oh well. Can you come in here? Can you go this way? No. Stupid invisible walls. Can you come in here?